ビリを決めるためにじゃんけんを阿部さんと坂井さんで時間切れです。残念ながら時間切れです。最初はグー、はい、これちょうど見れねえんじゃねえか、これカメラが本当だ、ね、ここでフィニッシュだった時に最初はグーじゃんけんポン、だーということで、イエーイ、しかもで罰ゲーム、残念ながら坂井さんということで、でも教えてください、気になるから。そうだよ、そっちが気になる。そうですね、罰ゲームとかどこでもいいから、はい、本当そうだ、発表しないと。そうだそうだ、ワード残ったもんね。この発表は嘘でしょ。あ、だからやっぱ嘘でしょ。うん、そうなんですよ、マジですかみたいな感じだった。そう、嘘でしょだった。そう、楽器、俺はね、これです。知らない。あ、知らない。これね、わからないはあったんですよ。なるほど、確かに。そう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 、そっか。そうなんだ、知らない、知らなかったはかなんだけど、わからないはダメなんですよ。いいじゃねえかって思ったんですけど、確かに言葉の違いですけどね。うわ、嘘、楽器の下りで絶対いけると思ったんだけどな。あったことありますよって絶対誰か嘘でしょって言ってくれるかなって。やべえやつだな。んでありえそうだった。はい、じゃあ坂井さん、罰ゲームということで。はい、残念でしたね。ありました。では罰ゲームとして、はい、カメラ目線で、はい、ちょっと恥ずかしいイケメンセリフを披露していただきます。いやいや、こんなのもう罰ゲームじゃないです、丸ゲームですよ、もう僕にとっては、はい、知らんけど。嘘でしょ。今言ってくださった。今回収される。なるほど。うわ、これ恥ずかしい。結構、はい、結構長いよ。なんだこれ、6行ぐらいあるんですけど。カメラ目線ですからね。わかりました。坂井さん、ご準備よろしいですか。はい、もうやります。では、坂井さんのイケメンセリフ、はい、お願いします。トリックオアトリート。もうすぐハロウィンだね。お菓子くれなきゃ、いたずらしようかと思ったけど、可愛い君にいたずらなんてできないよね。え？じゃあ私にしてほしい仮装何かあるかって。おいおい、君に仮装なんて必要ないよ。君はいつもおとぎ話のお姫様みたいに綺麗だよ。トリックオア僕のプリンセス。ありがとうございます。なんだこれ。あれ、ちょっと今のはどこを笑うところなの。いやちょっと分からなかった。真面目にやっちゃいました。あ、真面目に。すいません。確かに、はい、イケメンゼリフ、イケメンゼリフ、ね、可愛かったです。可愛かったね。やめろ、これ僕やんないの。打つな打つな。はい、これ僕やんないの。そういえばあいつ何もしてない。確かに。何もしてない。だから、うん、MC だから何ですか。金子さん、あの打ち合わせだともっと書き回す人って言われてたのに、全然書き回してなかったから、うん、罰ゲームですよこれは。あ、そこで。ここの仕切りが4枚あったら聞こえないんだ。向こうが全然聞こえないんだ。イケメンゼリフ。イケメンゼリフいいっすか。すいません。いいっすか。アドリブで。うん、アドリブで。いやー、難しいの来た。鬼かよ。鬼か。鬼か。でも、でも自由にできるからね。フリースタイルだから。そうね。鬼かよ。やっぱりお前が一番だよ、ラブ。シンプルでいいと思います。泣いてます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あれ、本当にほらサイレンが鳴ってるよ。大丈夫。やばい。なんかやらかした。運んでほしい。はい、ということで、皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。このナビと